生まれた直後に捨てられたけど、前世が大賢者だったので余裕で生きてます。星さん。主人公はクソ実力のあるエロジジイの大賢者。このエロジジイが弟子の美人のエルフにセクハラ発言をしてビンタを食らった結果が目をべらしてしまう。その後昔作った転生魔法が発動して未来の貴族の家の赤さんに転生するが、主人公が前世で作った失敗作のガラクタである潜在魔力を測れる機械で、魔力タッタノさんのゴミだったために放逐されてしまう。しかし赤さんの頃から魔力潜さんの化け物だったということからレベリングを始めるという漫画。この漫画のクソ激烈に面白い部分は主人公がシティハンターのサイバ用のように3枚目に描けている部分。例えば、美人にビンタされて画面をベラするとか、相棒の無限に生きる杖に対して、無限に生きるお前の遊び相手がいないと寂しいだろ？だから転生するんだみたいな読者の感性を刺激するシナリオの入れ方がとてもお上手です。また、主人公が異世界転生魔法を作ろうと決意した理由が、主人公がいる世界にやってきた日本人の異世界転生した勇者がハーレムパーティー作ってて、というのを見て嫉妬に狂ったので、自分もエロいパーティー作って日本人のナロー系ハーレムものしたいという欲求だったとか、そう面白いです。一番初めに放逐されるネタも、実は俺、最強でした。と同じネタなのですが、あの測定魔道具は1000を超える数値を測定できないダメ機械だったので廃棄したはずなのになぜそれがこの時代に残っているんだとかそういう感じの言葉を入れてくれるので、おまんじゅうとしては、ただのジェネリックではなく、ひねりを聞かせてくれているインスパイアなのね、とうなります。たった少しのセンテンスを入れるかどうかでジェネリック漫画かインスパイア漫画かの違いが出るってことに気づいてホエーっとなったのぜ。赤さんで冒険者を始めるという、割と主人公が成長しない漫画ですが、シナリオとキャラデザが秀逸なのでクッソ激烈に面白いです。ためになった、面白かったと思ってくださったらチャンネル登録よろしく。